こんにちは、サッチンです。こんにちは、キャノーラです。今日もマインクラフトやっていきたいと思います。はい。さて、今回はですね、はい、前回水抜きしたんですが、はい、ちょっと水抜きしてる時に透明化のポーションとか使った時に、うん、雲の目が足りなくなったりすることが多かったので。本当ね、全然なかったわ。そうなの。からちょうど雲スポナーがあるので、それでトラップを作っていこうかなと思います。はいはい、それじゃあやっていきましょう。はい、ちょっと素材を、焼けた素材を。じゃあ私は先に向かうわ。あそこだよね。そうそうそう、リスポーンのとこだよね。うん、そうそうそう。あれ、まあ、とりあえずこんなもんでいっかな。いや、あ、今日もいい感じにあれは動いてるかな。動いてそうだな。あれね、恐ろしいね。もう結構溜まったよね。ちょっと鉄が欲しくってさ、1個取ったの、うん、1セット、うん、取っちゃった瞬間ポピーがバーって、もうバババババーって入っちゃってよ。あ、ほんと。え、もうポピーもじゃあ結構いっぱいだったのか。ポピーが恐ろしい。もうなんか1秒1個じゃない勢いでバババババババーって。すごいな。とりあえずスポナーどの辺だったっけ。スポナーこっち、もう階段元からつけてる場所なのよね。あー、あそこか。階段も取り外さないとダメなんだよね、場所的に。あ、そうなの。ちょっとね、うん、きっと罠に入り込んじゃってるこれ。あー、そうだねここね。そうなの、そうなのよ。そう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 、とりあえず、はい、いや、どうしようかな。私今回クモスポナーのそのクモトラップ、うん、一切見てないから、ちょっと自己流でやりたいんだけど。はい。問題は機能するかがちょっとわからない。機能しなかったら送ったやつを、あ、はい送ったやつを参考にどうぞ。あ、はい、はい、統合版の時とかに作ってたやつなんだけど、それをちょっと作ってみて動かなかったらそっちに戻す。じゃあそっちのね。あ、うん、一応準備しましたので、必要なものは準備したので、しましたって、はいはいはい、押さないでもらえます押さないでもらえますかよし、それじゃあとりあえず作ってこう。あ、作っていくのだが、あ、ナマス、ワオ、溶岩、どっちを前にした方がいいんだ。どっち向きにした方がいい。どっち向き、どっちが出口にしたい。帰り道こっちの方向がいいよね。この扉ついてる方向、こっちを壊せばいいか、うん、じゃあとりあえず松明持って、はい、やだろ。すっごいさ、あれだよね、もう地上と近いよね。そうなんだよね。わあ、ちゃんとさ、ね、石持ってくればよかった。私今安山岩しか持ってないや。石ゴミ箱にいっぱいあったよ。あら、砂利祭り。とりあえず塞ごう、こっち側とか。あ、というか石ネザライトで取ってるから、石が、もうそうね、シルクタッチでね。うん、ネザライトじゃないわ、シルクタッチだわ、シルクタッチ素材だったわこれ。そうよ。ね、そしたらこうかな。結構ね、コンパクトで、まあ楽だと思う。こう、後ろはとりあえず私は埋めていく。私こっち開けとくだけ、開けとけばいい、こんな感じかな。でここも埋めてこう。こんな感じ。いや、松明が丸石、もうちょっと持ってくればよかったな。丸石か、欲しいの丸石か。うん、丸石じゃなくてもいいけど、まあでも統一するなら今丸石使ってるから丸石かな。ちくしょう、ちくしょう。こんなもんかな。そんなに大きくなくていいかな。これくらいでいいかな待機部屋どこらへん。待機部屋ね、あ、ちょっとだいぶお待ちいただきたいですね。お待ちます。
どっか削るとこある？削るとこ、削るというかとりあえず埋めてほしいかも。どうしよう、丸石、丸石であれ、うん、統一しちゃったから丸石がいいかな。このトラップの部分はね。あ、丸石とりあえず一回水流してどこで止まるかちょっと確認したいかな。ほっ、結構いくね。うん、じゃもうちょっとなんか作るか。こう、はい、石。あ、ありがとうございます。え、あ、すってありがとうございますえって言われた。持って帰ったからよ。うん、もうちょっと長さ必要だな。まだ石いりますか。いるわな。いりますね。ああ、どれぐらい、水どれぐらい。丸石、丸石。あ、オッケーオッケー、ここまででいいのね。丸石、丸石来い、丸石。いや、これで水が多分止まるかな。ああ、私の松明、私の松明は返して。はい、丸石。はい、お待たせ、丸石。はいはいはい。はいはいはい。はいはいはい。ダメだな、ちょっと待て。お、オッケー、いい感じだな。お、先輩、ホッパーが欲しいです。あ、ほらよほらよって言われて。ホッパーでもそんなにないんだな。え思った以上にホッパーなかったな。え、あー、しみたの、これでいけるよっていうの見たからさ。ホッパー、ホッパー、これだけか。あー、ホッパー作ってこいみたいな感じのオーラ出してな。怖いな。ホッパー、これだけか。えよ、一つでいいかな、チェストは。これでいいかな。えよ、ホッパーいる？ホッパー欲しいね。すごい、チェストすんごい一気に持ってったな。チェスト一気に持てたな。それ予備チェスト一気に持てたな。すごい文句垂れてくる。何個？ちょっと待ってね。2個、2個、はい、2個。そんなんじゃ足りねえよ。嘘だろ。そんなんじゃ足りないよ。ここに敷き詰めようとしてるんだから。嘘だろ。ね、1、2、3、4、5。あ、1、2、3、4、4、あと4つ。チェスト返して、チェスト。あと4つ。はい、おまっ、おまっ、座れてた。え、座れてた。ホッパーに座れとけ。ホッパーがホッパーを吸ったよ。あ、よいしょ。はい、こんな感じ。はい、ここまでがトラップ部分。はい、あとはお任せします。そっちの待機部屋はここっていうこと。あ、そうだよね。ここ流れてもうここからいいっていうこと。そう、もう一段上げた方がいいかも。お、帰り道から作ろう。帰り道はどこですか。帰り道、帰り道の階段つけなきゃ。一段下がってた方がいいのかな、やっぱりこれ。嘘だろ。どう思います。どういう感じ。間違えた、間違えた。どういう感じなんですか。どういう感じで来る感じですか。もうそのままクモさんがさーって来る感じ。あ、そんな感じ、そんな感じで下がってる方がいいの。下がってた方がいいかな。
いや、いいか、これで。これでいいな。ピシッて叩けばいいんだから。いいの？うん。ここからね、ピシッて。そっか。ここ結局見えちゃうのか。久々すぎてさ、全然覚えてないや、作り方。見た。はぁ、焼くもんがねえよ。焼くもん持ってきてないみたいだ。あ、帰り道。帰り道をお先に作んないとダメになってしまった。これ、雲入ってきちゃうかな。帰り道。ちょっと一回試そう。おお、あ、やめて。あ、やめて。おいで、出てくる。出てくる。出てくる。普通に出てきた。やだやだ。あ、ちょっと待って。よし。そしたら。非常に帰りたいです。お帰りください。ちょっとついでにガラスも持ってきてくれるとありがたいです。ああ。非常に帰らせてください。もういけるね。こうしようかな。地上こんな遠かったか。松明で、松明置いて。あはは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 。あ、いけんの？オッケーオッケーオッケー。いけます？あ、いける。ほぼ完成しました。早いです。それは早いですよ。ほぼ完成しましたね。こんな感じで。そのまま。これ簡単にいけるな。本当に？ええ、完成完成。あとは水があれば。お主の水があれば。やばい、水持ってこいって言ってる。はい。ああ、ありがとうございます。ここに入ってたりしないかな？入れてないか。入れてねえな。欲しいもの入ってない。よし。まだ上なんですか？オッケーではないか？あと水じゃないや。ハーフを作ろう。っていうか、地上見えた。これでも良くないか？これでいいな。これ明るいな。これでいいや。さ、松明ここにちょっと一個つけとこう。こうして。オッケー。これでいいんじゃない？え、完成しましたよ。早いです。それは早いです。早すぎよ。完成したわ。そんな、うん。雲の目もしっかり手に入る。早すぎます。え？お、ワクワク。全然ワク。回収して。先輩できました。え、先輩できましたよ。あとここにもトラップドアつけとこう。ガラスどれぐらい？1スタックあればいい？先輩、ガラスも大丈夫です。え、ガラスももういらなくなった。なあ、1スタックでいいかな。ね、いらなくなった。スタックでいい？先輩、もう完成しました。1スタックかな。今日何時間作んのかかるかな。完成しました。面白いぐらい簡単にできちゃったんだけど。何時間かな。確かに上にちょっと貼り付くからめんどくさいんだけど、上に貼り付かせないためにはどうすればいいんだ？水だよ。水流してんの？水流してんの？ゲート上に置けばいいの？え、上にゲートを置くといいの？上かな。送ったのを見てみて。なんだよ。もう完成したから私もうやることないや。それはあっさりすぎよ。もう終わっちゃったよ。手伝うよ。じゃん。はい。それはあっさりよ。だから言ったじゃん、あっさり。ここ石きれいに、石で揃ってるから石にしようかな。うん、私の中ではもう世界一簡単なトラップよ。早すぎなのよ。見て、そんな暗くすることもなく普通に湧くもん。早すぎなのよ。見て、すごい、いい感じよ。もう石、
綺麗に石に揃ってるね、石で。そうなんだよね。綺麗に揃ってるからもう石にしよう。壁も石で、石で統一。床だけ、床だけデーハーにしとくわ。いやこんなあっさりできると思わなかったな。あっさりすぎて私の内装もあっさりにしとくわ。いいんだよ、薄味いいんだよ、凝ってくれてもいいんだよ。薄味にしとくわ。いいよいいよ、濃いめで、濃いめで、ここがあっさりしてるから濃いめでいいよ。薄味、薄味ね。あー完成しちゃうよ、完成しちゃうよ。いやもうはね、うちはね、ちゃう完成してるんですよ。なんならあのかぼちゃ、かぼちゃのあのランタン、何あれ、うん、明るくなるやつ持ってきてポンポンポンって置いてくれていいんだよ。え、いいよいいよ、遠慮しとくよ。え、遠慮しとくよ。やってくれていいんだよ。いいよいいよ、遠慮しとくよ。ちょっと石切りだ、もうちょっと、もうちょっと私もちょっとトラップエリアちょっといい感じにするわ。足もすぐね完成するよ。いいんだよ、あの真似して、真似して薄味にしなくていいんだよ。できた。うーん、どうしようかな、どうしようかな。うん、ここはこうしようかな。ちょっと狭めで。質素な部屋になったな。はい、質素。あっさりしてるからって、ちょっとあまりにもあっさりすぎててびっくりするわ。よいしょ。よいしょ。質素、質素。質素ってどういう字だ？こんな字だったっけ？音声読み上げ。また言ってみよう。また始まった、これ始まったよ、もう、もういいです。また音声読み上げ始まったよ。また音声読み上げ始まったよ、もうやだシルカーボックス教えてもらってるじゃん、よかったね。これどうやって撮んの。2個中2番目のスクリーン要素、マウスカーソルまたはタブボタンで要素を選択します。すごいアシストしてもらってんじゃん。マウスカーソルまたはタブボタンで要素を選択します。ああそうなんだ、ありがとう、教えてくれてありがとう。声消す方法は、マウスカーソルまたはタブボタンで要素を選択します。うるさいんだけど。知りたいものあります、知りたいものあります、知りたいもの、雲はどうやって倒せばいいのかな。雲教えてくれるかな、教えてくれなさそうな気がするな。ちょっとこれはチェスト、マウスカーソルまたはタブボタンで要素を選択します。ちょっとツルハシとか教えてもらえない。石切り台、石切り台、切り台、マウスカーソル、石切り台って教えてくれるよ。ちょっとこれどうやって一つ、ベッド、はい、ベッド教えてもらって。もしくは、雷雨の時のみ寝ることができる。教えてくれるじゃん。いいね。教えてくれたわ。いいでしょう。うん。いいでしょう、これ。これどうやって撮んの？フラット、2個中2番目、スクリーン要素、マウスカーソル。やばい。要素、3番の編集、マウスカーソルまたはタブボタンで要素を選択します。先輩、騒がしいね。どうすれば戻るんですか。上にへばりつくのどうにかしたいな。はあ、嫌になっちゃう。ああ、静かになった。おめでとうさんです。ありがとうさんです。これでどうかな。はい。あ、いいね。これでいいじゃん。いい感じ。オッケーオッケーオッケー。いい感じになった。さらにさっきよりいい感じになったわ。これで、あの、上にへっつかないし。ほら。いい目線になってくれる。いい感じ、いい感じ。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。はい。いや、あっさりできたね。すんごいあっさりだったね。よかった、オリジナルで全然余裕でできた。本当だよ。うん。
ねえ、クモさん。ねえ、クモさん。ちゃんとしっかり湧くし。うん、私の中では一番簡単なトラップなんじゃないかなと思う。一瞬だったよ、ね、水敷いてちょっと仕切ってそこからペシペシすりゃいいだけにしたらもう完成よ。そうね、うん、これ攻撃も食らわない系、こんな近くにいても。いや食らうはずなんだけどね。あれかな、私の方に攻撃あのあれが向いてんのかもしれない。あ、そういうこと、うん、はい、それではまた次回お会いしましょう。はい、さようなら。さようなら。すごい雲がキャノーラの動きに合わせてうんうんしてる。嘘。うん、ほらうんうんしてる。本当だ、うんうんしてる。さようならって言ってるわ。さようならって雲さんも言ってる。あ、みんなうんうんしてる。あ、すごいわ。